はい、じゃあ続けてやっていきましょうかね。もう編集も何にもそっちのけでやっていく感じですか。何しようか。スタミナ、もう農場はいいんだけどな。なんか他のことやりてんだよな。お勉強無理。お勉強無理だけど、なんかないかな。でもスタミナ落ちるんだよな、何やっても。市場で、ちょっと待って、あ、みか。市場で働かせれば、多分頭は良くなるんだよね。で、お着替え。ちょっと動きやすい服に着替えていただきましょうか。オッケー。これメッセージは飛ばせないんだね。何をやっても。あ、スタミナが落ちる。まあ、いっか。あ、2月だもんね、まだ。多分でも来月になれば、3月になれば多分大丈夫だと思うんだよね。ここで変わってくるんじゃないかなと思うんだけど。ちょっとまだわかんないな。まあ、3月では、半袖はまだ寒い気はするんだけどね。これでなんかいじくると、これ早送りにしかならないな。何も変わらないか。おお、なんだ。あ、この状態からいきなりこうできるんだ。これの何の意味があるんだろう。これはって、いきなりこれを消すっていうこともできるのかな。まあいいや。あ、でもマジちょっと待って。これやるってことはさ、この会話で。学校って何度行っても楽しいわ。うん。友達もいっぱいいるし。あ、友達いっぱいいるんだ。じゃあ学校も行かせてあげるね、今度。ねえ、こうやってできる。買い物も行けるってことだもんね。あ、じゃあ、もう一度も戻らなくてもいいのかな。もう一回これさ、こうやって会話で。優しいお父さん、大好き。これストレスはどうなの？あ、ストレスが下がるとかそういうことはないんだ。ちゃんとメニューは戻らないとダメなんだね。あ、そうか。じゃあさっきいじくったらなんか変わったって言ったのも変わってないのかな？気のせいだったのかもしれないな。あ、お誕生日。お金は？あ、大丈夫だね。何がいいかな。そんなにないんだよね、でも。あげるものが。品揃えが いちいち増えてこないんで。ごちそう食ったら、スタミナ増えるかな。あ、ちょっと待って。伸びた。髪が伸びた。お腹いっぱい食べてもいいよね。だって今日誕生日。いいよいいよ。おーおー、スタミナが上がっていく。やっぱよし、食わせよう。この子にはね、飯を食ってもらおう。スタミナ上げ放題だな、これだったら。で、これ何が上がるんだっけ？知力と気力とモラルも上がるのかな？気品は下がっちゃうけど。あ、モラルも下がるのか。そっかそっか。こそこそ。おや？なんだ？お、モラルマン。怖い。これはもうひどい。悪い顔してんな。悪いことしそうな。でもその服とかの柄はいいね。逃げろ。お、やるか。とどめを刺すか。お、マジか。運動もできるんだね。武勇のおかげかな。私から逃げるなんて10万年早いわ。マジか。あ、凶器持ってなくてよかったな。危ないぜ、レイラさん。なんか褒められちゃってね。ここボイスあってもよかったんだもんだけど。万引きの常習犯。いや、万引きの常習犯って分かってんだったらさ、もう見かけた時点でさ、首根っこひっ捕まえて跳ねりゃいいのに。お、特別ボーナス。マジかよ。おか、お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 。見ましたか？ねえ、ちょっと、こんなね、盗賊になるかもしれないなんて言った方。盗賊捕まえちゃいましたよ、未来の盗賊を。やったぜ。で、あの万引き常習犯はどうしたんだろう。もうぶち込まれちゃったのかな、独房に。私はもう一向に構わないんですけど。
このねエアコン、あ買います。あはいはい、おお 86% あ上がってる。やっぱ頭が良くなる、やっぱして求められているステータスが高いとできるのかな。ということはやっぱ鉱山とかまだ早いんだね。髪伸びたね。俺似合ってれば何でもいいんだけど、あのさ、なんでレイラさんはオールバックなんですかね。説明書もねオールバックなんだよね、ちっちゃい。あ妖精の時もオールバックだったのか。おはよう、お父さん。あ今日も一日元気だね。あちょっと声色変わったね。そして信頼度がマックスになっていく。な、なにこの子は従順なんだね。それはそれでちょっと心配になるんだけど、ストレスも全然ねえしな。ちょっと強化しすぎたか。まあ気立てはないんだけど、意外と簡単なゲームだな。なんかすげえ難しくてさ、おかしくなるんじゃないかと思ってたんだけど、まあお金の稼ぎ方はよくわからないんだけどね、未だに。そういう特別ボーナスを食らっていくゲームなのかな。多分これ家庭教師できるよね、こんだけ頭が良かったら。で、お勉強、センスがと気立てがクソほどのものしかない。気品、あ、気品モラルもそんなないか。ダンスだな。うん、こんな感じで、こんな感じでいこうか。ただ会話がね、やっぱりうまくいかない、うまくいかないっていうか、このイベント中、イベント中っていうのかな、このフェーズ消化中には会話をしたところで何にもならないんだね。これできるんじゃないかな、多分。ちゃんとやれてるか、わかんねえな、これ。あ、でも気立ては上がっていくね。で、頭も良くなっていく。これいいかもしんないな。ちょっと会話してみようか。あーでもやっぱ声色は変わってる。あれ変わってるな、ストレス。何なんだろう。私厳しいお父さんも好き。あダメだこの子は。とにかくお父さん大好きっ子になっちゃった。お父さんどうしてそんなに優しいの。そりゃね、レイラちゃんあなたのことが好きだからに決まってるでしょ。まさかね、その愛の裏返しで逆に厳しくしてさ、どうでもいい子に、あ、でもいるよね。どうでもいい人にも、は結構、なあなあで接してって、ね、可愛がりする子だけ結構厳しくやるっていうのも、ありそうだよね、そういうのも。ここではメニューはさすがに開けないんだね。やっぱスタミナが下がるな。うん。仕方がないな。おお、やっぱ頭が良くなったから、お勉強もできる。難しいという意味が分かったでしょ。ああ、まあね、ちっちゃい子っていうのはなかなか難しいからね。大人を舐めてかかるし、年の近い人を先生っていうのも難しそうだしね。ねえ、どうした先輩とか言い出したらね、もうレイラちゃん叩き回されるかもしれない。結構武勇にもね、意外と優れてるからね、この子。そういう人も上がっていくね。じゃちょっと、お父さん優しいのね。大丈夫かな。なんかあんまりこれ信頼度上げていくとおかしくなりそうな気がするんだよね。ダンス教室にはもう随分通ったわね。うんうんうん。ちょっとは上達したかしら。どう思うお父さん。そろそろね、あれがあるテストがあると思うんだよ。だそれでちょっと見てもらえばいいんじゃないかい。で、これで、ああ、なんか下がるときと下がんないときあるんだな。何なんだろう。一週間に一遍とかなのかな。いつだったかな、なんか春だよね、なるのって。お父さん、優しいのね。そうやろ。私、厳しいお父さん。ちょっと怖いんだよね。このね、この厳しいお父さんも好きっていうのがね、怖いんだよね。もうちょっと、へこんでもいいのよって。あ、ちなみにこの音声とかはね、なんか何もできませんでした。ほじゃほじゃ。うん、なので、ちょっと、
ボイスの音がちっちゃいのは、ちょっと申し訳ないんだけど、このままでやらせていただきたいと思います。そうだね。何がいいかな。頭はもう、ちょっとこれ家庭教師で良くなって、アルバイトは家庭教師でしょ？で、お勉強はダンス教師でスタミナも上がっていくから、ダンスってセンス上がってんだっけ？センスは上がらないのかな？センスって何で上がるんだろう？音楽か絵画だよね。ちょっと待てよ。あれ？あ、テストの時期って終わっちゃったんだけど、もう。バカンス行こうか。ストレスは58なんだけど、ちょっとバカンス行こうか。せっかくだからね、いろんなの見ていこうぜ。で、まあ、そこからまたちょっと地獄の、待って、せっかくやるんだったら、ちょっと待ってね。音楽と絵画か、あるね。あ、まあ知ってると思うけど、ひどいんですよこれ。だからこれはこの子向いてないと思うんだよね。どちらかというと音楽の方がある好きなんで、まあ何もできないけどね。最近ベースもね、あんまり触ってないし。これと、あ、だからそのバカンスをやめて高校で、でここでバカンスに行けんだよ。少しでもストレスをためて、おかしな話だけどね。よし、これで行こう。これでまた成長したさ、レイラちゃんが見れるわけですよ。さすがのアーリアで。気を使いつつも、スチルも見ていくっていう荒技。音楽教室にようこそ。私はこの国一番の音楽家、ニッチェ。私が君たちに音楽の素晴らしさを教えてあげよう。では、早速始めようかな。すげえな。私に音楽の才能があるのかしら。どうかな？ちょっとやってみないとそれもわかんねえな。何が上がる？あれ？あ、センス上がるか。そう、センスさえ上がればいいんだ。タンパリンだしね、でもやってんの。まあ、いっか。あ、待って、これ。下がるものがない。あ、これはいいぞ。お得感マックスじゃん。ね、プライド、気品、センスが上がって、ストレスしか上がらない。下がるものがないってすごいね。やっぱ音楽の力って絶大だわ。銀河の端までなら。え？妖精も心の動きを踊りや歌で表現するけど、人間の音楽は少し違う。おう、そうだね。何が違うの？妖精の音楽は思いつくまま、気の向くまま、体が自然に動く感じ。ダンスやってるからな。人間の音楽は頭で考えてきちんと作ってある。ああ、組み立ててあるってことだね。なるほどね。まあそうだね。どっちが好きなんだろう。そうだよね。だって自然に体が動いちゃうんだもんね。悪くない。あー、この子はすごく柔軟な頭の持ち主なんだね。これがいいからこれしかやらないとか、そういうあるみたいな、ガッチガチの頭はしてない、いい子に育ってくれてるみたいだ。あ、楽しい？あ、じゃあもう少し続けさせてもいいかな。嫌がらないんだったら。あ、バカンスか。うん。やっぱこの学ぶ側の姿勢っていうのは大事だよね。その先生側からしても多分やる気。おこの子は活発だね、本当に。いいことだ。うん。魅力も上がっていくしね。すごいさ、浅瀬でさ、そのイルカみたいなのが頭ぶつけてるような、右下のイルカなんて。すげえな。このゲームはすげえな。あれかな？砂の中を泳げる種族なのかな？そしてお金がない。ストレスがないがお金もない。暇があっても金がない。あ、センスがすげえ上がってる。あ、これいいぞ。よし。じゃあ、バイトで。
あ、市場よりも家庭教師の方が金が入るんだ。あ、そうなんだ。ちょっと一回だけ大工やらせてもらって、なんかね、やっぱ動いた気がするんだよね。で、10月でしょ？なんか10月は、なんか、なんだっけ、あれがあったんだよね。テストがあった気がするから、ちょっとここでやってみて、で、夏服に着替え、今更、おっと。あ、こういう、この時期を見て着替えさせるっていうのが大事なのか。でもあんまりこういうことやってるとさ、ディスクが、オッケー。ディスクがね、バグりそうで怖いんだよね。どうですかね。そのあたりが怖いところはあるよね。あ、会話するの忘れちゃった。今すぐ会話だ。今すぐ娘との旦那も所望する。ガチャ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 。よし。うん、ありがとう。信頼度が上がっていく。はい。ん？ますますお父さんのこと好きになってきちゃった。ちょっと困るんですけどね。そういう感情で見られても。お父さんの娘で幸せだわ。あの、それはね、父親名義につきますよ。昔は全然知らない人だったなんて信じられない。なんかそれはちょっと悲しいんだけどね。妖精の時の記憶もきちんと引き継いでるっていう。あ、でもちょっと待ってね。あのさ、一番最初にさ、あの妖精の女王様がさ、おい、ちょっと娘を育てろよって言われて、でも今日のことは忘れるからよろしくなって言ってるんだよね。ってことはさ、若干の洗脳を受けてるんだよね、パパさんは。はい。おー、じゃパーフェクト。エクセレント。オッケー。ありがとう。うん。ということはさ、その、本当に、私、R は、娘のことを本当に娘だと思ってるはずなんだよね。セプテンバー、船木でいいか。あ、ちょっと待って、魅力が上がらないと真っ裸か、まあ。そろそろ見せてくれてもいいんじゃないかい？あ、魅力が下がる。それはまずい。カリスマ性がないといけないんだよね。魅力は一応開けていこう。うん。これがないと困るんだよね。よし。お父さん、優しいのね。まあな。まずいな、おかしいな、俺。おかしいな、俺。別に信頼度を上げるつもりは別にないんだけどな。なんだよ、そんなに俺はこの娘に好かれるようなことをしてるのかな。まあいいんだけどね。伸び伸びやらせてるつもりだからさ。うん。まあ、優しく行きたいよね、俺は。いや、でもどうかな、実際、R はね、生活上甘やかされて育ったからね、こんなおかしなことになってしまったんだけど、だからこそ突っぱねてやりたいかな。下手したらね、俺これ2周目やりたいもん、俺だって。あの、本当に甘やかして育てんのと、もうガチガチにあの、もう厳しく、もうつっけんどんでやらせるっていうのもあるよね。とにかく厳しくあんまりお父さんのこと好きになってほしくないっていうのもあるかな。まあでもこの子の場合はね、優秀だからどっちに転んでもちゃんと一人でやっていけそうだと思うんだけど。ハロー。は？誰ですか？かわいいね。チャーミン。そうね、チャーミングだね。あ、特にね、そのブルーのね、そのジャケットみたいなのが、かっこいいね。あれね、丈の短いやつ好きなんだよね。ちなみに、このさ、レイラちゃんが着てるのもさ、なんか足目っぽくていいよね。うん、かっこいいよね。あれ？ちょっとライバルで出すぎなんだけど、君はなんだか、ブルーかな？ジャストフィットって感じ。はぁ、あ。君、レイラはもう分かってるでしょ？ライバルの下りは。ライバル？お友達ができたみたい。君も君だな。あ、スクリーンセーバーやめろ。今大事なとこだから。
ね、今大事だからちょっと早く直って。よし。え、チャーミーどこにいる？ああ、この一番下の子か、チャーミーって。ああ、ラブリーチャーミーかな？一緒に踊ることはないのかな？俺あの、さ、あの角に柱に立ってるさ、上の女の子、緑色の、あの子がいいんだけど。あの子がいいんだけどっていうのおかしな話だけどさ。あ、なんですか？ああ、お金。お金。そうそうそう。なんでもいいんだけどさ、本当にいいの？王国の偉い人にさ、媚び売らなくて。なんか根回しとか聞かないんじゃないかな、俺じゃ。そろそろテストしてくれないですかね。そのためにずっとダンス教室通ってんだけど、してくれない。4月だったかな。なんか3月か4月だったから、その辺をちょっと狙ってみるか。って言うとね、で、学校とかね、ちょっと行き出すとテストあったりするんだよね、ふざけやがって。私にライバル意識燃やしてる子がいるの、ちょっと困っちゃう。あー、そうだね、大変だよね。うん、わかるわかる。うん、R にもいたからね、そういうアホみたいなのが。特に俺なんか大してね、頭も良くないのに、テストの点数勝負しようぜっていうアホがね、いたんだよ。もちろんやる気ないからね、適当にあしらったけどさ。その子はね、頭がいいんだよ。何だったんだろうな、あれは。俺を何だと思ってたんだろうか。でね、頭が良くないとね、俺を、まあ、バカにするじゃないけど、なんか、ちょっと軽くあしらうんだよね。あしらうっていうか、なんだ、本当に何だったんだろうな。意味不明だね、本当に。こっちからしてみたら、ストレスは全然だね。なんかもっとストレスのかかることやらしてみようか、じゃあ。ちょっと、大丈夫か、俺。娘を道具のように扱ってないか。俺はそういうことをさせるつもりはないんだよ。でもな、ストレス、この子ストレスに強くなっちゃったからな、スタミナマックスで。もうスタミナ上げなくていいか。と言ってもダンスやってりゃスタミナ上がっちゃうんだけどさ。頭がいいな、この子は。頭ばっかり良くなっても大変だから。気力、プライド、モラル、気品、気立て、センス。あ、あれだ。お金は？お金はそんなにないな。あれだ、お歌を歌いに行こう。ね、お歌をこの辺まで歌って。あー、やべ、お金がなくなる。お金がマッハ。で、これで行こう。多分上手な人は、この間に来ないんだろうね。この自分の部屋に。その前にもうポン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 メニュー開いてやってやってっていうね、さらに早送りとかね、倍速とかかけるらしいっていうか、かけられるんだよね、こうやって。でもさ、こんなことやりだしたらさ、マジで終わっちゃうよね、8年間なんて。ちなみに R の今これいくつだっけ。13歳かな、まだ13歳だと中学生か。何してたんだろう。ゲームだよな。でもこういうゲームはね、やることはなかったよね。全然。アクションばっかだよね。はい。スタミナは、ああ、まあしょうがないね。で、気力も下がるけど、まあそれ以外は大丈夫でしょう。どうも、家庭教師をやるとやる気がなくなるんだね。ありがとうございます、夫人。このさ、音楽がさ、途切れなくなったら怖いよね。バグで。あ、気力は上がらないのか。お、でもタンバリンからバイオリンを引き出したぞ。センスあるわ。はい。あ、お願い。あ、なんですか？自由行動に行きたいの。あー、別にいいよ。うん。何がしたいのかな。まあ結構ね、俺もあっち行ったりこっち行ったりで強いてるからね、たまのわがままぐらいこれ聞いてあげないとね、かわいそうだよね。ちなみにね、スケジュールでどうなってんの。あ、この下旬が音楽教室じゃなくて自由行動になってんのか。あ、なるほどね。まあお金かからないからいいか。
このお勉強より。あ、ちょっと待って、会話で。でもね、ちょっと今日は厳しくいこうか。私のお父さんはとても厳しい人です、と。なんだあれなんだ全然気に留めてねえな。ストレス減ってたしね。はい、今日はテストを行う。あれ春じゃなかったんだっけ、年末か、年末だったのか。すいません、ちょっときついな。音程、発声等の技術面、いかに感動を抑えられるかのセンス、いずれか一方だけでは満点は取れん。あ、はいはい、じゃあやってください。ちょっとダンス失敗したね。あ、またタンバリンに逆戻りじゃねえか。一人ずつっていう話はどこに行ったんだよ。うん。え？魅力も重要な要素？どういうことだよ。結局、え、あのさ、ちょっと、知人の話だとさ、その、ベストドレスとかその魅力っていうの、用紙とも大事みたいなさ、話を聞いたんだけど、音楽やるのにさ、そんなものが必要なのかっていう。え、0点、うわぁ！リズム感という言葉を聞いたことはないのか、ひでえ話だ。ごめん。あのね、やりたてのね、とこにね、申し訳なかった。芸術点は、あのさ、おかしいでしょ。その基礎点がさ、0点でさ、芸術がさ、41点ってのはどうなってんだよ。おかしいだろ。才能だけでやってる感じか。え？いや、絶対できるって。できる。君、ダンス以上にね、あなたの音楽の才能あるって。やらせよう。音楽とね、ダンスをやらせよう。プリンセスには必要だよね。で、おお、そっか、自由行動か。なんか問題行動のテーマ。なんかね、このベースラインとね、この、楽器の音がね、プンプルンプルンっていうのが、なんか嫌なんだよね。あ、雪だるま。おやすみだ、買い物しちゃおう。あ、でも着てるものは、普段着だな。まあいいっす。